向かって左、竹の口様、前をお願いします。そして向かって右、プーチンと白プーチン様、前をお願いします。あなたどんな理由で君が代を歌わないんですか？どんな理由で君が代を歌わないんですか？3分間スタートです。なんか歌わないというかたくなな、かたくなというか、まあ、そういう心情の方もいらっしゃいますけど、ね、そうですね。はい、プーチンと白プーチンさん、秋人と呼びたい。はい、竹野口さん、いやいや入ってこないっしょ。難しい言葉のやつなの。歌として判定します。そうそういい曲ではない。歌詞もなんかわかんないし、動画大丈夫ですか？わけわかんないから手評価ついてます。大喜利ですか？そうですね、我々は面白いこと言おうとして。はい、プーチンと白プーチンさん、まあ僕コーラスしかしたくないんで。ないですね。上のパートもない、下のパートも分かれてないですからね。竹野口様、いやこの歌のちっちゃい頃から何回もね、幼少期で聴いてますけど、特段いい思い出も悪い思い出もないんで。やっても無駄みたいな。さあ残り1分15秒です。プーチンと白プーチン様、古き良き頃の共産党を抱いて死んだ。ちょっと止まってる。今の軟弱なのとは違うという。こんな理由でとか言えないですよ。危なそうですよ。ええじゃん、ごもっともですってなっちゃう。はい、竹野口様、私にはまだまだ早うございます。今のその畳にはまだ私のようなものが残り10秒でございます。小学校で歌われるもんですか？そうですね。さあここで時間が来たのでペンを置いてください。出せない、出せない、決まりました。片方に拍手をお願いいたします。向かって左、竹六様が良かった方拍手を、竹六様が良かった方拍手をお願いします。